どうも、リチビです。今日は千歳の中津さんにある八つ葉さんっていうお店にやってきました。ラーメン屋じゃないけど、担々麺が一番売りなのかな。全部で6種類あるということなので、それを全部食べていきたいなと思います。それでは、どうぞ。はい、ありがとうございます。いただきます。もうレンゲで触っただけでもちもちが分かった。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。もう美味しすぎてもう完食しちゃいそうです。あ、パクチーにめっちゃ合うこれ。美味しすぎて思わずスープまで飲んでしまってる。1回目完食です。いや、でも千歳船橋初めて来たんですけど、うん、おしゃれですね。ちょこちょこいいお店あんだよ、うん、そうなんや。あ、ありがとうございます。汁なし担々麺、はい、ありがとうございます。うわ、美味しそう。なんかパクチーみたいなの美味しい。
けるのは、ショーライスと割りスープで最後おじやにして食べるってやつ。おじや。入れて、緑だし。食してもいつも通り女。ベトナム。ベトナム。トマトとか入ってるし、ヘルシーそう。美味しい。めっちゃあっさりしてよかった。最初から最後までおわん持ったまま。今年のクリスマスらへん忙しいんじゃないんですか。イブとイブ、イブが土日ですよね。でもさ、もうちょっとおしゃれな、まあ、ちっちゃいのみんなねっていう
え、でも下北だと私思ってたよりおしゃれでしたよ。ちょっとこう田舎感があるんですよ下北って。私も初め古着の街みたいなイメージだったから、あんなにおしゃれで栄えてると思ってなかったです。うん、他の繁華街とちょっと違うんだよね。ありがとう。ニラカラ、うわ美味しそう。大辛、こっちでしかやってないみたいなんですけど、リアルタイムでもコムドットの番組に出ました。背中に痛い感覚があるらしい。僕らには分からない。ご飯もよーくな。あー、鶏そば、うわー美味しそう。やっぱり辛かった。そんな辛くなかったですよ。大丈夫でした。美味しかった。悩むけど、やっぱり担々麺かな。皆さんぜひ食べに行ってください。ごちそうさまでした。